このために悩み続けるっていうのが親の仕事なんだろうね。俺もやっぱりこれから思春期、はい、まあ、フットガーさんの場合は多分第一次反抗期。ああ、なるほどなるほど。やだやだが絶対やって、はいはい、あります、はい、きっと自己主張、要するに大人の階段だからね。うん、子育てに正解はあるのかないのか、そしてまあそんなこと考えることが意味があることなのか、答えは分かりません。でもやっぱりどの親もね、子供が少しでもねよく育ち、そして将来にね希望を持てるようになるように努力したいと、そう思う思っていることは間違いないと思います。この動画は、うん、子供をどう育てればいいのか、うん、そういったことを、まあ、3人のお子さんを持つユカイさんと一緒に考えて悩み、そのお話を共有しながら、世の親の方の一助になればいいなという趣旨で、うん、始めるコーナーです。はいはい、ああいうやだやだっていうのがないと逆に心配なわけよ。なるほど、うん、まあ俺の場合第2期がもうそこにまでいるっていうか、もう第2期反抗期の一番やばいやつ、もうすでにあのこれ反抗期なんじゃないかなって思うようなね、ことが結構あって、うん、こっからちょっと悩みそうだなっていうかねだからこういった本を読んでね、ちょっとね、まあちょっと慰めにくらいしかなんないけど、まあいろんな方向からさ、でこうあの本を読んでみて、うん、あ当てはまるなってことはやっぱありましたか？うん、当てはまるとか、あこうこの方向性はなかったなとかさ、考え方として、うん、なるほどとかさ、そういうの試してみようかとかのはあるけどね。でも思うよ、そのこの思うようにはいかないのがね現実だから。なるほど。あだからまあ悩まないことだねきっとね。悩まないことですか？だから悩むことがもう普通だっていうふうに思う、はい、なるほど。親はさ、はい、もうみんながそう思って悩んでるんだっていうさ。あなるほど。そうだ、そう思って、もうその都度その都度ライブだよ。あライブとして対処していくしかない。リアクションが都度違うわけですね、うん、選ぶべきリアクションが、うん、その都度だから自分が思うことを試してみるっていうかさ、うん、そこに答えはないかもしれない。あ、まあ、ただなんすかね、やっぱなる、まあ、ユカイさんはそこから、うん、殴らない方向に行ったんですよね叩かない方向に行ったんですよね今のところね。はい、うん、まあ長女さんですか、うん、一回こう怒ったことがあったけども、うん、その後はもうあんまりもう叩いたりしないように。ああ2歳と0歳の頃、はい、その頃は話すようにした。あともかく、うん、で一回まあ本当に怒ったことがあっても、うんうん、そこからゆかいさんは心をどうコントロールして手を出さないようになったんですかね。ああでもね、話すようにすればほら、あそういうきっかけが、ね、作らなくなるから、うんうんうん、あそうそう、きっかけがもうできないようにしたね。なるほど、うん、そう。ちなみに僕奥さんからあんまりにもこう叩いちゃダメって言われまして、うん、しょうがないから足つぼを押すようにしました、うん、そしたらもうめちゃくちゃ効いてるんですね2歳児でも足つぼがそれはどうかな足つぼのもしかして、はい、トラウマになっちゃうかもしれない。トラウマになりますかね。うん、それは体にいいのかなでもね。いやまあでも体に良くて、うーとか言って、体に良くて怒ってて、うん、まあだけど痛み与えてるっていう意味では一緒なのかな。一緒一緒。ああやっぱそうなんですかね。うん、だからまあ話、まあできれば話すっていうか二人を。ああ原因を作んないようにすればいいってことですね。そういう風になりそうだったらね、でもしでもそれができない場合もあるからね、そうなった場合は一応説明はしてもいいんじゃない。あ、何がダメかってことですか、うん、そうそうそう、あ言葉で、うん、言葉でね、話のわからない相手にさ言い続けるってさ本当に疲れるけど、でもそれが子育てかもしれないね。そっか、うん、染みますねその言葉。うん、親の試練なんですねその
子供が悪さをした時にどう対処するかって言い続けるっていうのも、うん、そうだね、うん、まあその年その年のあのね悩みみたいなのがさ次から次へとキリがないから、ね、あそれを楽しむしかないかもしれないね。ああなるほど、うん、それが子育てかもね。あでも勉強になることとかもあるわけじゃない。あそうなんですねやっぱり、うん、あ自分の時は違ったなっていうのも含めてさ、うんうん、だから過去を引きずらない、はい、ことは大きいかもしれない。自分が やられたことをついちゃダメってことですね、うんうん、それもあるし、あの昨日のこととか、はい、うん、あのいい意味ではいいと思うよ。昨日はこうだったから、うん、まあ、今日はこうしてみようとかさ。だけど昨日はあれだったからなーなんていうのずっと引きずってたらさ、もう憂鬱になっちゃうだけじゃない。うん、うん、だから、うん、プラスのことを考えてね、子育てしていく方が子供にはいいよ。